シルクファミリーのキリュウです。今日はユーミンのおすすめで、はい、あの妊娠中にすごく喜ばれる製品ですよ ね、はい、妊婦さんにもおすすめ、そういう製品をちょっとあの2人でご紹介したいなって、はい、ユーミンも子供さん2人ね、はい、まだ行きましたが3歳、下がまだ4歳だったとこですね。4歳そうか、はい、上はもう上は小学校4年、3年生、そんな大きいんだ、はいへ、はい、そうなんです。入った時まだ幼稚園とかやったもんな。まだそうですね、下が1年、うん、上が1年生になったばっかりで、あそかそかそか、下がまだ3歳そうやな、2歳とか多分そんなレベルだったと思う。今4歳やったら2歳ぐらいな、多分2歳ぐらいちゃいますかねで、去年のメディアページで妊娠期におすすめっていう製品のなんかブログとかね、はい、書いてくださっています。いろいろで、メディアページで妊娠子育てっていうカテゴリーがあるんですが、はい、そこちょっとクリックしていただいたらたくさん出てくるね、はい、いろんな皆さん、私だけじゃない、いろんな方がこれ使ってよかったよとかいうのも出てくるので、またぜひご覧いただきたいと思います。ちょっと今日は赤ちゃんもいてね、はい、じゃあまずはショーツからおすすめの製品をちょっと、はい、まずおすすめこれやな、あ、これがまずシンプルな、あ、そうだね、はい、これですね、うん、はい、これね、もうなんか母子センター、そうそう国立の母子センターの方がちょっとこれ良かったって、すごい、あの先生が言ってくださったぐらい、うん、もう妊婦さんが最後まで、そうですよね、うん、お腹大きくなってくるんでね、あの妊婦用のをわざわざ買っても10ヶ月で履けなくなる人、あんた1メーターになったりしてたな。私1メーターできっちり1メーターまで行きました。はい、私も1メーターになったことある。はい、で、そういう方も使えて、はい、で、普通の時も使えるんですよね。そこがいいよね。はい、それがいいですね。後もね、うん、後も使えるし、その前も使えるし、はい、あの妊娠してない普通の時も一番人気の製品で、はいはい、妊婦さんも行けるっていうのがいいですよね。はい、いいですね。はい、で、まあ、それと準じる形としてこちらのね、マリーの生地もすごい人気なんですよね、はい、これのは伸びるわ、伸びはね、これもよく伸びますこれもいいですよね、私もこれ履いたらずっとね、冬の間履いてた、あ、これあったかいですね、ちょっとあったかいんだよね今ちょっと変えましたで、あのマリーの良さってお洗濯楽だよね、ポイってちょっとネットに入れて、そうそう、ポイって入れて、こちらやっぱり洗剤もちょっとね、ちょっと中性洗剤、ね、うん、はい、まあそれにしたらいいだけなんだけどね、これも、あ、こちら、こちらが最後に私が激推しなんですけど、セーフティーショーツです、はい、妊娠後期にあの本当に尿漏れがひどかったんでもうこれ尿漏れでもそんなにする人は聞かへんけど、みんな言ってないだけ か多分言ってないだけで、この人ね何でも言うんですよ、もうそうなんですよもう笑いすぎたりとかするともう止まらへんくって、そやな、あの辺一個せやな、そうなんですよ、大変かもね、もう最後の1週間とか結構ひどくて、ひどくてもう本当にこれセーフティーショーツで中に吸水パッドついてるんで、同じあんまりたくさんの人はね、やっぱりダメなんだけど、はい、ちょっと漏れるくらいの方にちょうどいい感じやね、心配な時にぜひ、そうそうそう、これなんかすごくいいやつがついてるんですよ、はい、ぜひ産褥の時とかにもいいかもしれないですね、そうなんだ、やっぱりあの血液バーって出てくるんで、その時とかにはあの漏れとかも一緒に、なんとかしたけどなんか当てるやんな、一応当ててはいるんですけど、やっぱり漏れやすかったりもするんで、そうかそうか、うん、こういうのもおすすめです、そうだね、はい、今ショーツ持ってきたのはこの2種類かな、はい、種類、3種類、ね、まあ他にもあるけど、はい、うん、3種類やね、はい、続きまして次腹巻きだっけ、はい、次腹巻きいきましょう、腹巻きね、はい、腹巻きがね、あのみんな腹帯しはるよね、腹帯します、で、あの腹帯ってやっぱ下線だったりで綿100のこうさらしだったりするんですけど、これをさっきつけると全然違うって、全然違います、みんな言いはる、私かゆくて、そう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 、耐えれなかったんで、この腹巻きをつけていただいて、はい、あのまあ下線のね、はい、今いいのが出てますやん、あれなんかもいいと思う、でぜひお腹の大きい方はロングも、あ、ロングね、はい、長いのこれそうなんですよね、あのうち卸でこれ出してますけどね、すごい高い金額でもすっごく売れてはる、いや、これも素晴らしい、そう、もう本当にこんな伸びて、ここからここまで、 こんな大きくてもね、はい、ちゃんと覆ってくれるし、まあ、赤ちゃんにとってもいいでしょうね、そうですね、うん、あのお母さんがすごく心地よく過ごすっていうことはすごくいいと思います、
で、マリーの腹巻きもね、はい、マリーももうこれは定番のうちのうちの皆さんがお好きな、好きなふわっとした柔らかいよく伸びる、よく伸びるいろんな色があります、はい、これもロングもあるからね、ロングもあります。こちらもね、はい、胸からずっと下までお使いいただける、はい、うちスタッフもこれを胸からこうずっとつけてる妊婦さんじゃないけど割といてるよな、結構いますね、結構なスタッフ多いですね、多いね、はい、これつけてる人もな、エヴァもめっちゃ多いです、エヴァもめっちゃ多い、はい、ヨッシーもいつも来て、はい、エヴァも多いですね、そうやっぱ良さ分かってきたらね、はい、次何でしたっけ、はい、次、上に行きたいと思います、ブラから行きましょうか、そうしましょうか、はい、ブラが今日用意したのがこれ、ああそうだね、あ倒れちゃった、かちゃんはい、これが色違いと、あ本当だね、はい、これはブラつけてて横からおっぱいやれるぐらいこう伸びるとかいう、はい、いう方もよくいらっしゃるので、はい、まあ、その方の体型にもねよるかもしれないしね、これ、うん、そうそう、妊娠期ってちょっとしたことで気分悪くなったりするんで、 そうだよね、その下のこの締め付けとかも、腹巻きやもんな、マリーの腹巻きですっごいよく伸びるんですよ、そうだね、なのでストレスフリーです、うちのね娘とかがねすごい絶賛してたのがこれとかこれなんですよ、これをねつけといて、あのおっぱいあふれる人っているじゃん、います、タオル置いとく、そうですね、ここにタオルとかでもいいかもしれないですね、でね、こっからもおっぱい出せるし、こっからもおっぱい出せるから、授乳の服によってね、横から出したいこと、上から出したいことあって、そうそうそう、でこれだったらどっちからでもおっぱい出せて、うん、で、あのカップはつけれないんだけどタオル置いといてやったわ、あ確かにそれがいいと思います、そう、あのミニタオルをポンポンと置いて、ペタッと置いてね、割とフィット感あるんで、フィット感あるからね、もうちゃんとずれないで、はい、うん、だからこっちのがフィット感あるけどこれ使ってる方も割とね、はい、多いんですよ、これも柔らかい、コットンシルクキャミ、はい、これもマリーですね、そう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 、ね、こっち前後ろ間違いないでそれね、はい、うん、これもこう伸びて、でどっちからでもやれるもうね、あの授乳3時間おきって言うけどさ1時間おきの子もいるんだよね、います、ね、四十個、うん、あの飲んでる子とかね、いました、うちの娘が全然話してくれなくてっぱいもうずっと出しっぱなしそういう時にやっぱりスッと直せるからね、これだったら、はい、これもねみんないいとおっしゃる、これもいいですね、ねえ、これ、はい、カモミールフリーブラ、これもカップを入れといて、はい、でこれがトモ布なの ですごいこうトモ布だけどちょっとこう伸び縮みするトモ布、はい、なんでねこっから出せるんですよね、おっぱいをね、そうなんですやっぱり出せてそうもお母さんの体力が限界に来てるね一番時なんで少しでも楽にね、はい、過ごせてもらえたらゆっくりもなんか脱いだりせんでスッと出せたらね、 そんな辺ねところでストレス感じない、ね、夜中もね、うん、もうなんかずっとやってた気がする私、ね、その子によってでもそうですよねで次何行くんでしたっけ、はい、次は、下にボトムスに行きたいと思います、はい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 、はい、で これもね、フェンネルがね、はい、なんか一番伸びるとか、伸びはいいですね、フェンネル、もう、もう楽ちん、もうこれ、これやったらどれ120になってもいけんな、いけますね、福井が、はい、私双子ちゃんぐらいでもいけるんちゃうかなっていうぐらい伸びはいいと思います、双子ちゃんね、これがあのマーガレット、ね、まあ、マーガレット、はい、これもこれのが伸びるぐらい伸びます、はい、これ 100% なのに この伸縮があるのね、生地のこれから夏のシーズンにはシルク100%、うん、夏の方にはもう絶対これがいいね、はい、あの足太くても私も毎日履くぐらいからこんなに伸びるから伸びがいいですよね、これね、そうさらっとしていて、さらっとしてて、ただねあの生地たくさん使ってるのでお値段がちょっとね、そうですね、あのこれで5400円かまあまあ、はい、これ3000何倍もんね、はい、3400いくら、今これで暑いなっていう人はこういう、あ半分ね、ハーフスタイルもあります、はい、ハーフもこんなに伸びます、はい、伸びますこれお寝巻き代わりにね、そうですね、使っていただくと、あのトップスもあるからね、はい、ぜひぜひお使いいただけたらと思います、はい、であこれなんかもそう定番の、はい、人気商品なんですけど、これはこれってんな、はい、もうこれもこれ何やったっけ、それがねマリーコットンシルクスパッツ、これも伸びるのか、これめっちゃ伸びるんですよ、本当だ、でも本当にこれからの時期暑い妊婦さんにはそうだね、はい、薄くてね、薄くてね、こう見てもらったら分かると思うんです、透けてるんですよこういう感じで、はい
あ、彼女あのネイリストなんで綺麗な爪、はい、でこのスパッツのいいところはあのゴムを抜いてもらうことができるので妊娠後期になってきてもう締め付けがしんどいなっていう方はゴムを切ってもらった状態で履いてもらってでまたあのおこあ終わったら産んだ後にもう一回ゴム通してもらったらまた使っていただくこともできるの でもこんだけやったらまあまあいけるよな、ほとんどいけるよね、はい、これとシルクリブか、はい、シルクリブも人気の商品、これも人気だね、これも、はい、これもゴム抜いてもらえるんです。ああ、そっかそっか、はい、妊婦さんにおすすめです。なるほどね、はい、このこれからの季節暑いしでも冷やしたらあかんしいうのでね、大変なんですよね。レグオーマーも使ったらいいな。そういうまあまあレグオーマーいっぱいあるのでね、またまたぜひ見てみてください。では最後にこれがマリーのうちのセットアップです。これマリーか、はい、マリーのセットアップ持ってきました。そうなんだ、はい、この色見てあれかと思った。もうこれは妊娠期でも妊娠終わってからでもどっちでも使っていただけて、こんなに伸びるからね、妊娠中も全然ストレスフリーや、もうウエストもがっつり伸びますんで。そうなん、あ、これ脇縫いもないんだね。そうなんですよ。へえ、気持ちよさそう。気持ちいいですね。こんなに広いもんな、私も欲しいわ、ぜひこれで。そうかな、あ、すごい、こんなに、こんなに頑張って伸ばしてるわけじゃないのにも軽くやね。もうあのお相撲さんね、あけものさん亡くなったな、悲しいですでしょ。なんでぜひまあこれで大体おすすめが、ね、はい、おすすめはこんな感じです。また靴下はまあ何でもいけるしな。靴下はね、うん、はい、またでな、また冬バージョンは冬バージョンでまた冬もに取りたいと思ってます。秋冬は、はい、でまあ真夏、真夏ちょっとこれぬくいもんな。ちょっとぬくいかもしれないですね。もうゴールデンシルクとかでもいいしな。そうですね、うん、まあ、ただ冷房効いてるところも結構多いので、まあまあ、ね、確かに冷やしたらあかんからな。そう、冷やすのが一番、冷やすのがあかんから。そうなんです。そういうことよね。ぜひ調整してもらえたらなと思います、うん、そうだね、はい、ユーミンでございます、はい、これからもよろしくお願い、お願いします。いろいろこれからも撮ってもらえます、はい、ありがとうございます。よろしくお願い、今日ゆかさんが撮ってくれてます。ゆかさんなんか言いたいことない？私は、うんうん、あのマリーのキャミ、あ、やっぱり、やっぱりおすすめ、これおすすめね。で、あの胸もね、ボロンと出せるのでボロンと出せちゃうので、そう、でもね、どっちが使いやすいかいったらこっちやったな、ね、やっぱりあのピタッとくるから ね、 で広がりが ね、 ね、やっぱこっちの方が広がるから、そうです、ね、これよりね、これも、あ、よう広がるわ、結構広がるんですけどね、結構な、結構な、はい、結構な、お好みで、はい、あ、でも袖口はね、よく広がりますね、エヴァの方が、うん、袖はこっちが広がんねんな、はい、うまいな、まあまあ、そやね、ちょっと止まるな、はい、うん、じゃあまたね、あの、また何か、あの、これについて、あの、ちょっと質問したいとか、あの、動画撮ってほしいとかになりましたら、まあ、あの、彼女もね、はい、メールも全部やってますので、はい、メールもお電話もお待ちしてますぜひまたユーミンのこともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆかさん、ありがとうね。失礼いたします。